こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きストーリー進めていきます。謎のおじさん、なんかこの前話しかけてねって言われてたので来てみました。この怪しいおっさんまた会っただに。怪しくなどないお主らが来るの待っておったのじゃ。何の話だろう。このおっさんまた待ち伏せしてただに。やっぱりただものではないご様子。怪しいおじさん、今度は何の話ですか。行ってみたくはないか、あの妖魔界に。あ、なるほど、このくだりか。妖魔界って何ですか。妖魔界は妖怪たちが住む世界の一つだに。なんと、それは興味ありまくりです。そうか、それじゃ案内してやろう。こっちじゃ。そっか、ガシャのくだりは終わったんですけど、妖魔界がまだでしたね。スキップしながら歩くんだよね。ここじゃ。ここは大森山の御神木。御神木に隠された神秘が今明かされる。ここにはガシャマシンしかないだによ。まあ見ておれ、その動きなんだ。はあ生えた。何やら怪しげなものが生えてきましたね。ここに鍵を使うと、鍵を使うとゲートが現れる。こちら妖魔界行きの妖怪エレベーターです。なんということでしょうか。やはり先祖代々祀られる場所にはそれなりの理由があるというわけですね。ごちゃごちゃうるさいだに。それではこの鍵を授けよう。妖魔界への鍵手に入れました。これですき焼きでも妖魔界行けるようになりましたね。その鍵があれば自由にエレベーターを使えるぞ。ほんじゃエレベーターに乗るがいい。行ってまいります。それではノンストップで参ります。三男役の風味もね。ん、なんかおじさん言おうとしてた。案内役の風味もね、寿司、天ぷら、すき焼き、みんな一緒ですね。妖楽、妖魔界でございます。さあ、あ、あの建物に行くんだね、うさぴょん。はい、戻ってもいいのかなっていうのを思ったんですけど、今回はここも。ここは一体どこでしょうか。なんだか立派な建物があるだに。うわ、上に、あ、このシーン忘れてた。ここは妖魔界屈指の高級料亭、その名も料亭妖楽じゃ。高級料亭、なんと魅力的な響きでしょうか。美味しいものを食べられるだに。そうじゃ。ただしこの店でサービスを受けるには連動していないといかん。そうね、この妖楽に行くには紹介状がないとダメなんですよね。うんうん、そう、連動ができるということで、2時間以内にわしのところに来てくれ。1日1枚、料亭妖楽への紹介状をくれてやるぞ。わしは大森山のご神木の前でいつでも待っとるからな。さすが高級料亭、一元さんお断りってわけですね。お高く泊まってるだに。紹介状がないと中に入ることすらできんのじゃ。ほんじゃ連動したらわしに話しかけてくれ。紹介状くれてやるぞい。はい、このお話が終わりました。そしたら上に、人間界に戻って、公民館に向かいましょう。ポスター貼ってもらわないと。このおじさんはワープをしているのかな。エレベーター使ってないよね、気になるでは公民館に向かいます。はい、こんにちは。こんにちは、ちょっといいですか。こんにちは。はい、こんにちは、どうぞそこの椅子に座ってね。失礼します。それでどうしたのかな。自分で作ったポスターを街に貼りたいんですけど、どれどれ見せてもらってもいいかな。はい、これです。
よく書けてるね。探偵事務所か。そうなんですよ。て、探偵君がやってるの？はい。子供探偵か。懐かしいな。いや、僕も子供の頃はよく探偵ごっことかしたものだよ。ちょっと待ってね。はい。ハンコ押して完成だよ。ハンコ押してもらったからもう大丈夫ですね。ありがとうございます。小さな探偵さん頑張ってね。やったね、うさぴょん。でもどこに貼るだに？ふっふっふ、そこは抜かりないのだよ。抜かりがない。まず用意したポスターは5枚。うん、5枚だね。少ないだに。あまり時間なかったからね。でも人がたくさん来る場所に貼ればみんなに見てもらえるはず。ちゃんとどこに貼るか地図に書き込んできたから。よくやっただに。ポスター貼りの地図手に入れました。次にどこに貼るか悩んでも地図を見れば安心だにね。大事なものだから大切に持っておかないとね。地図を見ながら探偵社のポスター貼りに行ってきます。神社、銭湯、フラワーロード、駅、博物館。ここから一番近いのだと神社になるかなと思うので全部の場所に貼りに行きます。まずは神社。なぜお前さんお参りに来たのかい？探偵事務所のポスターを貼らせてほしくって。そうかい、そうかい。それじゃあ神社の横にある掲示板に貼っておこうかの。あそこなら目立つじゃろうって。ありがとうございます。元気があっていいの。こっちまで元気になれるわい。そうじゃ、お礼にこれをあげよう。ん？じゃがじゃがチップス手に入れました。ありがとうございます。おやつあ、スナック系が好きな妖怪まだ会ってないですね。そういえば、お、大森山の大森神社に探偵社のポスター貼らせてもらいました。いい感じ。本当にこんなポスターでお客さん来るだにか。来るって来るって。2カ所目行ってみます。はい、駅に到着。駅員さんお願いします。こんにちは。どうされました？ポスターを貼りたいんですけど。ちょっと拝見。ポスターを見てもよろしいでしょうか？はい、ちゃんと許可もらってますね。それではここのガラスの壁に貼らせていただきますね。やった、ここならたくさんの人に見てもらえると思います。ありがとうございます。さくら中央駅に探偵社のポスター貼らせてもらった。次のところ行ってみましょう。はい、さくらニュータウンのお使い横丁フラワーロードのポスター、こっちに先に来てみました。ここは駅だ。もうちょっと向こう。お、ドクロや元祖と本家。この前通ってからフラワーロードの中の人にお願いしてここを貼ってもらいます。いた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 。お、親方ポスター貼りたいって。はい、これなんですけど。探偵事務所ね。お、お蔵入りだった気がするな。やっぱりお蔵入りで、お蔵入りってなんだに？なかったことにしちゃうってこと、つまりボツってことだよ。断られるくらいならまだしも、お蔵入りってのはひどくない？お蔵入りだ。何が何でもお蔵入りだ。こんな最高の出来のポスターをお蔵入りにさせようなんて、妖怪の仕業に違いない。最高の出来かどうかは置いといて、とにかく妖怪を探してみるのに。サーチしよう。お蔵入り、この辺にいた気がする。あ、すごい近い、真後ろ発見、妖怪を見つけた。書類いっぱい入ってるね。こいつは妖怪お蔵入り、優が取り付いてただにね。なんでこのポスターお蔵入りにしようとするのさ。なんとなくだ、なんとなく。
一生懸命作ったっていうのに、なんとなくって理由でお蔵入りにさせてたまるか。バトル3体のお蔵入り、よし勝ちましょう。お蔵入り、あ、ガードしてる、ガードしてる、頑張れみんな、早く勝てると思うよ。うわ、はい、メラメライオンの技が決まる。うん、横に動いても当たり値でしたね、聖剣バーニング。1体、あ、もう1体、もう1体、よし来たー、勝利、経験値も45ゲット。はい、お金80円。私は一体、危うく特製ポスターがお蔵入りにされるとこだった。え、こんな素晴らしいポスターをお蔵入りにしようって人がいるの？そうなんですよ、ひっどいですよね、まったくけしからんやつだね。言うのことだに、おじさん、このポスター気に入ったよ、よかったらここに貼ってもいいかい？いいんですか？もちろんです、お願いします。フラワーロードに探偵さんのポスター貼らせてもらった。よし、次のところ行ってみたいと思います。ちょっとね、夜になっちゃったけど、あ、大丈夫そう。いらっしゃい、いらっしゃい、今日はどうしたのかしら。探偵事務所のポスターをここに貼らせてもらいたいんですけど。どれどれ、どれどれ、可愛いキャラクターね、あなたが考えたの？いや、まあ、ははん、うっさぴょんね。1階の壁に貼りましょうか、きっとみんなに見てもらえるわよ。ありがとう、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、暑い中ご苦労様、これでも飲んで頑張ってね。優しい、しかも絶品牛乳、高いやつ、喉乾いてたんです、ありがとうございます。桜の湯にポスター貼らせてもらいました。最後行ってみましょう。移動はね、まだスムーズにできるっていうのが少ないですけど、ここからだったら1回、サスライソーに行ってから飛ぶのが早そうですね。じゃあ脇道行って上がる。うわー、まだ自転車がないからな、チャリンコ、自転車欲しいですね。はい、支配人さん、お願いします。あの、ここの博物館にポスター貼りたいんですけど。いらっしゃい、何かの宣伝用かね。探偵事務所の宣伝です、お願いできますか？なるほど、うん、いいだろう。特別天側の壁に他のポスターと一緒に貼っておこう。ありがとう、ありがとうございます。氷炭池博物館にポスター貼らせてもらいました。やっと終わった、疲れた、ダニー、そろそろ帰ろっか。そうするだに。でもウサピョンって何もしてなかったよね。あ、そんなことないだに。貼るところを探したり見だって役に立っただに。そうだったかな。まあウサピョンには調査で頑張ってもらうってことで。ラジャーだに。いいんだ。それじゃあ家に帰ろう。いや、無事にね、氷炭池博物館にも貼らせてもらいました。夜は博物館が閉まってたので、タイミング的にはサスライソーから飛んで自宅に戻ってきていて、スムーズにできました、よかった。次は何が待っているのか気になりますが、今回はですね、ここで寝て次回起きてからのストーリーの続きやっていきたいと思います。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!